もっと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 早すぎるね、朝が。全然全然、だってまだ8時とかですよね。何時起きだったんですか？5時。大丈夫です、僕4時半起きたんで。でしょ。もうミュージックビデオ撮影じゃないんだから。今日は平和島のトンデミというところに来ております。なんかすごいね、いろんな競技ができる施設なんですけど、まあ僕が MC っていうことはね、もう体を動かす企画ということで、もう朝から今日は全力で体を動かしてもらおうかなと思います。本当に嫌だということで早速やっていきましょう。じゃあ第1種目はエアラン。よっ、早速ですが走ってもらいます。オッケー。ここで、はい、一番行きたいよという人いますか？はい。うわ、早い。え、うわ、リアル。全然無理。大体来て回なんだけど。上げてこうぜ。これ回なんだけど。上げてこうぜ。なんか見たことあるな。楽しもうぜ。行こうぜ。じゃあ僕が行こうかな。おおー、行こうか。持ち込みだもんね。僕が行きますよ。位置について、よーい、スタート。どういうこと？ちょっと待って、今辛くない今の。あー、やばい。早い、早い、早い、早いよ。よし、あれ遅いよ。あのじゃないじゃん。あれ、いや、ゆっくりやっても10秒以上差あるから。あれ、障害物競争どっかじゃん。ごめんごめん、ちょっと待って待って待って、最初なんかあれ登るやつ全部無視して、別にルールなんか聞いてないし。そうだとしても一周目にやることじゃない。2走者目、はい、カイトとユージ君ということで、なんかありますか、意気込みなど。意外と俺、障害物出たことないですよ。え、ちっちゃい頃から。ちょっと楽しみですね。自分の中どんな感じなのか。借り物競争なら負けないんで。借り物あるし、強かったけど。借りるものないから。借りるものじゃないんだ。借りるちょっと機会ないかも。まあ、全然。本当。来て帰れると思う。やばいやばいやばい。怖い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 。やばいやばい。はい、これ。位置について。よーい、ドン。おお、速い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 速帰れると思うんだよ。自分で言ってたのね。それ自分のことだったのね。今起きてきた。ベッドから出るまでにかかった時間じゃない。52秒。でもよ、1位は。さすがやわ。アロマさん。いや、もう負けてられないよ。若さもあるし。それでは次の種目行きたいと思います。よし、また。2種目目はジャンパーバトル。次はね、あのトランポリンを使って。幅跳びをしてもらおうかなと思います。なるほど、なるほど、距離だ。怖いな。俺事務所まで行っちゃうかもしれない。大丈夫です。大丈夫よ。大丈夫よ。何キロある？召し上がってくださいよ。任せとけよ。では1番で、じゃあ事務所の先待ってるわ。あはは、いや、俺に。いや、それができたら楽だけど。いや、これいいよ。あ、いいよ。あ、なんか高いよ。高い高い。じゃあ行きます。1000円は超えないようにね。これどこじゃないんだよね。ちょい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 。どうですか今。危ない危ない。こんなにドキドキしてるのは君のせい。届かぬ思い。
った、そこは思ったより沈むんで、うわーみたいなね、スポーンでね、メーター40、メーター40、あーもう大人なんだ、最初だな、はいはいはい、3メーターぐらい、すごい。だから意外といかないね、あの多分うまいこと調整しないとタイミングを。何言ってるか全然わかんない。あのね、今まで見てたけど幅跳びじゃん。そうね、2人とも高さを出しすぎ。あー確かに、もっと前への勢いが必要。そう、推進力だから、よーいらないと思う。あ、もうそうなんだ。なるほど、あ、たんたんたん、もうそれだと絶対頑張って、はい、いきます。まあでも正直ね、アロハさん、そうね、最後決めてくれると思う。ちょっとそこ、どんな方がいいか、あ、危ない、こうやって、あの、もう一個のやつもこうやって外出ようと思ってる。マジで行くか、2種目目も僕が1位ということで。やるやん。うわ、難しかった。いや難しかったけど、難しいね、着地のマット気持ちよすぎて。そう、確かに、うん、うわ、もう家にのマットにしたい。家のお布団にしたいぐらいの、トンもうもうぬまるよ、だから怪我をしないっていうのをちゃんとこう考えて、そうそうそう、安全性が半端ないです。普段の俺ならもうやってるね。もうあの両足首からバキャってればもう内側に行ってる。バキャッ。ということで3種目目それを見たいと思います。三種目目はトランポリンドッチ。よいしょ。トランポリンドッチ。なんで笑ってるんですか。いやいや、ごめんなさい。回す前にはしゃぎすぎて若干汗が。みんなちょっと暑いよ。暑い。はい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。わー。楽しい、もう楽しみましたもんね。楽しいな。それで言うともう次行きたいですよ。そんぐらい楽しんじゃいましたけど、すごい楽しい。まあ遊ばせてもらいましたけど、まあルールはトランポリンの上でドッジボールをやるっていう。2点2だ。はい、それだけです。まあこれはまあ2対2の団体戦、団体戦、チーム戦、同じマスに2人は入っていけません。はい、危ない、危ないから。まあ例えばリョウ君に来てください。はいはいはい。で、リョウ君にこっち行きたい時、俺があっち行きたい時は絶対せーので、こうしなきゃいけない。これもルール追加です。グッパーにしますか。はい、グッパーだね。グッとパーで分かれましょう。グッとパーで分かれましょうって言ってるの、ちょっと出すよ。なんだ、真剣なんだ。グッとパー、グッとパーで分かれましょう。なんでちょっと出すの。もう次やったらいいよ。もうマジで、もうマジで、もうマジで、せーの、グッとパーで分かれましょう。いいよ。なんで俺がせっかく持ち込んできたさ、ありがとう、そうやってさ、なんそうするわけねえ。あ、なんだろうかな。
ちゃんとグッドパーやるよ。ちゃんとグッドパーやるよ。マジでやめてね。絶対やめて。グッドパーだけど。何してんだよ。お前、別れましょう言うてるよ。自分で言ってんだよ。なんかさ、いきなりさ、ちょっと。お前がグッドパーで別れましょうって言ってる。やば。なんだこれ。誰が。グッドパーで別れましょう。分かりましょう。はい、じゃあ、そういうチームで紹介チーム。チーム陽キャブです、インケラ。よっしゃーわっしゃ、トレイトレイ。あ、いいですね。スタートよし、いけ、アロハ。おぉ、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 チームの勝利ということで。まあまあ陰気はこんなもんだよな。ゆうきさんの見せ場ありました。よかったね。最初だけ一番テンション上がってる。ヨーガとのここの横のやつ異常に疲れる。作戦通り。削られたわ。そうそう。あと何種目あるか分かんないですよ。大丈夫かな。まだいけます体力的には。いや余裕や。余裕や。そうね。うきたきた、いけるいける。やろうぜ。よし、長いです。喜ぶぞ。